ハロー、雷うるさい大ちゃんです。あら、いいよ。ブラザーフォーの奥です。ブラザーフォーの奥です。ちょっと雷が鳴ってますが、イカです。今回ですね、もうそろそろママの日ということで、母の日ね。あ、そうだ、母の日だ。母の日って母の日ということで、日頃の感謝の手紙を書こうかと、うん、あのママがいない間にちょっと手紙を書いちゃおうかなっていう、そんなにこちらに書いていきましょう。字が汚いのは嫌だ。字が汚いのは許してね。できるだけ綺麗に書いて。なるほど。なるほど。一行さ、この二行使っていい、なんかちっちゃいから、うんうん、大丈夫大丈夫大丈夫。超うるさい。いけいけいけ。ちゃんと日頃のね、感謝込めてね。かっこいい。ブブブブンな音うるせえ。ブブブンな音うるせえ。書けた。書けた、うん、文章はね、まいちゃんに伝えた時のお楽しみということで。ゲーム下手くそだな。あれもできた、こっちか。あら、あれこんなちょっとでいい。うん、めっちゃ俺下手くそだ、これ。なんださ、別の紙に俺自身書く紙ないよ。大丈夫。ちょっと待って、今ちょっと待って。はい、というわけで書き終わりました。お疲れー。帰ってきたら渡しましょう。そうだね。はい、じゃああとはまいちゃん帰ってくるの待ちましょうか。はい。はい、マスクの準備しなきゃ。マイちゃん、近いうちにやることは何でしょうか。5月だよね、あれは。5月10日5月の日。そう、そう、母の日ってことなので、その、ちょっとちゃん、え母の日だよ。だってみんなカレーも作ってくれたじゃん。余興に過ぎないですね。えなんない、みんなで手紙を書きました。いつ書いてくれたの？そうですね、あの、ママがいないんですよ。で、この紙の提供は、ゆりあちゃんです。そうなの？考案はパパです。はい。え、なになに？考案してきたのはパパです。俺とゆりあちゃんとパパのグループなんです。嘘でしょ？いやだ、みんなでサプライズ？というわけで、じゃあ、手紙を書いたので。読みたいと思います。はい、ちゃんと読んでくださいね。まいちゃん、いつもこんな自分を育ててくれてありがとう。いつもご飯とか洗濯とかをやってくれてありがとう。これからもこんな自分をお願いします。はい、ありがとう。めっちゃ仕立てやね。ちょっとあの入れ物美味しい。そうやって、こんな自分をだなんて、はい、ありがとう。はい、嬉しい。すげえ、あっくん、あっくんも書いてくれたの。うん、はい、いいよ。次俺、まいちゃんはいつも編集とご飯を作ってくれてありがとう。いつもゲームやらせてくれてありがとう。編集も頑張ってな、あっくん。はい、はい、ありがとう。頑張れますよ。いや、丁寧な文書いてんな。あなたさん、あなたさん言ってあげて。なんだ？おいで、一緒に書いたよ。なな、代わりに読んであげようか。一緒に書いたの？はい。なな、ここ待って、この…で、あの、そう、はい、恥ずかしがらずに。まいちゃん、ちょっと、
まいちゃん恥ずかしいな。まいちゃん、お仕事頑張ってダメがとうどっかに行ってまいちゃんはすごく優しい。ずっとまいちゃん好きでいてね。いや大好きです大好き大好きですよ。ありがとう。ナナも頑張って一緒に描いたの。はい。うん。え、すごい描いてるじゃん。じゃあ、どうぞ。ママへ。改めてこんなことを言う機会もないので、普段言わないことを言います。今まで約18年間、ママにはずっと感謝しています。ママはね、その俺が小さかった頃の育て方は、まあ、間違っていたと言っていたけど、全くそんなことはないと思います。上から目線に聞こえるかもしれないけど、本当にいい親だと思う。だからどうかこれからもそのままでいてください。俺もたくさん迷惑かけてきました。これはいつも言ってるけど、小学校の時もたくさんやんちゃしてたくさん怒られたし、小学校、中学校でいじめられていた時もたくさん心配をかけました。でもそんな時一番に心配してくれたのはママだったよね。親なんだから当たり前って言うかもしれないけど、すごく助かったし何より嬉しかったです。この年になってこんなこと言うのも恥ずかしいけど、きっとこれからもたくさん迷惑をかけると思うし、心配もかけると思います。でも、それをどんどん減らしていけたらと思います。まあ、あとはよくあることだけど、まあ、普段ね、仕事頑張ってくれたり、ご飯を作ってくれたり、洗濯してくれたり、ありがとうね。当たり前のことかもしれないけど、この感謝は、決して忘れてはいけないなと思いました。これからは一人暮らしもして、もしかしたら、お嫁さんもできたりして、どんどんママから離れていってしまうと思うけど、その時も心配かけないくらい立派になってやりたいと思います。改めて、いつもありがとう、いい子より。パチ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 まいちゃん泣きそうでしょ。いや、もうそういうこと言うんじゃないよ。ありがとう。長いね。いや、はい、嬉しい。また後で一人でちょっとゆっくり癒ましてもらいます。みんなありがとう。みんな集合集合。読んでんだからさ、カメラの前でぴょんぴょんすんなよ。本当に。4人からいただきました。はい、やばいやばい、嬉しい。そう、普段はもうちょっとこう近い距離でもいないから、うん、親子っていう感覚ではいないつもりなんだけど、なんかこうやって改めて見ると、私は4人のお母さんなんだなと。そうだね。うん、そう、俺もママの股間から生まれてきたとは思う。股間思いません。股間じゃなくて、おけつでしょ。おけついつもありがとうございます。どうだろう、こちらこそありがとうございます。これからもよろしくお願いします。とんでもないです。よろしくお願いします。いくらよかった、だからこれあげる。これを企画してくれたパパと私のそう、お友達ありがとう。これからもお願いします。お願いします。お願いします。任せろ。そっか、任せろ。任せなさい。俺らともともブラザー4含めママもちろんパパも一緒に頑張っていきますので、よろしくお願いします。これからも俺たちのチャンネルをよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。世界で一番イケメンなのは誰かな。そう、世界で一番イケメンなのは大地さんなのよ。 お前さ、あの今日の動画の趣旨分かってる？お前やばいよ。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。世界で一番イケメンなのは誰なのかな。それは大地だ。チャンネル登録よろしくね。キラン。バイバイ。バイバイ。はい、というわけで、ね、動画を見てくれてありがとうございました。ありがとう。インスタもやっておりますので、そちらもぜひよろしくお願いします。じゃあチャンネル登録よろしくね。ゴー。
チコーン。一句の方もインスタ